満足そう。かわいい。終わったよ、報告でした。マシュマロハート、ギアラメちゃん、ありがとうございます。ね、もうコメントでもあるんですけど、おめでとういっぱい、ありがとうございます。そう、ここにもあるし、さっきも X で、あとメールでも報告したんですけど、明日のオールナイト藤子さんで、なんと選抜のアンダー、初めてですね、アンダーのお仕事は、選抜の出演します。ありがとうございます。嬉しい、本当に皆さんのおかげです。本当にそんなことないよっていう方いるかもしれないんですけど、いや本当なんですよ、ファンの方。ちょっと待って、内緒話してるのに運動会始まっちゃった。しゅうくの、しゅうくちゃん、ハートありがとうございます。みんなが一人一人応援してくださったおかげで、こうやって形になったり、目に見えるもので、そうお仕事をいただけたりしているので、本当にありがとうございます。すごいな。あ、ダメ、ハートありがとうございます。みんなありがとう、花束イエル、ありがとうございます。すごいな、ここキラキラしてるラメが。そう、明日はアンダー、選抜のアンダー3人いますね。私、あーやみきちゃんで K2 の3人なんですけど、いやもう本当に嬉しくて、最初連絡のメール来た時嘘だと思ったし、間違いかなって思いましたね。そう、喜んでくれくださった私の好きな先輩たちがいて、2人ねメールで言ったんですけど。そう、こんだけ選抜のアンダー初めてのスチューンで嬉しいってことは、もしいつか私が、いつかわからないけど選抜に入った時どれぐらい嬉しいのか想像つかなくて、はい、でもよりなんかワクワク、楽しみになりました。今日このね、出演メンバーとオールナイト藤子さん出演 SK がするっていう発表がお昼過ぎ1時か2時ぐらいにあって、すぐ私はメールを送ったんですけど、みんなの徐々に知っていく反応を見て、うるうるしてましたね。すぐ顔にバレそう。でもさすがにそういう大事な時は私絶対出さないので、今回も出さなかったでしょ。まあ今思い返してみれば、なんか怪しかったな、あの時のサイヤって思ったと思うんだけど、繋がらないでしょ全然。そう、匂わせはしません。匂わせはいいこともあれば悪いことの方があるので嫌ですね。やりません。しません。マシュマロありがとうございます。いっぱいおめでとう、ありがとうございます。里川さんと先月2月の下旬に会ったのもこのリハがあったからで、もしそのリハがなかったら、あの未だに会えてません。本当にもうどうなってんの。奇跡
期だったんだからね、みんな。しかもあのあれ以来本当に会えてないし。そうだよみんな、あの日だから佐藤川さん一緒で会えるから、佐藤川さんのコラボロンティを着てレッスンに参加したし。そう決まってた、会えるの決まってたから、はい。今日の行こうのさやの名前出てた、ちょっと確認します、絶対に。そのための時間だったの。そうそうなんです、そうなんです。みんないろいろつながったでしょ、こうやって後からつながっていくのを答え合わせしていくのが楽しいでしょ、匂わせ仲より。ああこれだったのねって、私はそっち派、そっちの方が好き。面白いでしょ、ここら辺にずっとさシルクの毛がいるんだよね。ハマってくでしょ、二度見した、わかる、一緒。早く話したかった、話したかった、本当にとんでもなく話したかった。全回収できるの。そうこの前、ね、メールでも話したんだけど、明日3月4日サーヤの日、劇場デビュー日で5周年なんですけど、手つないないって言ってくれて、そうなの。もうその時にはもう決まってたから、内心複雑、悲しいけど嬉しいっていう気持ちで配信で喋ってましたね。そうそうね、明日なので夜配信はないですね。昨日夜もやってお昼とかその前にできたらやるっていう話をしてたんですけど、いろいろ考えた結果夜できないですね。お昼か夕方前にします。いやお昼かな、お昼配信にします。朝はちょっと起きられる自信がないですね。そういうこと。でもちょっと考えてたけど、普通に3月8日サーヤの日、劇場デビューの日で記念だから2回ぐらいできたらいいなとは思ってた、もともとね。音符ハートありがとうございます。そうなんですよ、キャンディーありがとうございます。緊張で寝れなくなる、でも最近何もなくても寝れなくて、そう、そうなんです。フジテレビ、そうね。フジテレビはですね、今回で2回目かな、入るの。その誰もが入れる遊び場あるじゃないですか。とかは小さい頃よく遊びに行ってたんですけど、ちゃんとお仕事とかそういう系で行くのは2回目かな。1回目の時の立場とは全く違うのですっごい嬉しい。そう本当に嬉しいんだ、みんなに伝わってるかな。配信で今日さ喋るとき絶対泣きそうだなと思ったんだけど、やっぱ泣くよりも今は嬉しさの方が強すぎて笑顔になっちゃう。多分配信終わって余韻に浸ったりすると泣いちゃうと思う。ハート、ありがとうご
なも嬉しいって言ってくれてありがとう。触ってる？よかった。アンダーとしてアイドルってやっぱ大きい。本当に大きい。だって初めてなので私、選抜アンダーって。今までね、何人かしているのを見届けてきた側だったんですけど、それ見るたびにいいなとか、いつか私も入れるのかなって思ったり、でもずっと呼ばれないでいると、あ、もう自分って無理なのかなって思っちゃう時もあって、そう、でもついに今回出演させていただける側として、はい、ありがとうございます。第一歩ですね、本当に。いつかは選抜のアンダーではなくて選抜に入れるように頑張ります。まあ今もうすでにみんなと頑張ってる最中ではあるんですけど、最初で最後の選抜アンダーかはわからないですが、はい、マシュマロありがとうございます。そう、 TVer で見れるので皆さん見てください。一歩だよ、うん、ありがとう。本当に嬉しい。だってさ、大好きなラブリンさんと里川さんと一緒にも出れるんですよ特に里川さん、本当に一緒にお仕事できないのでラブリンさんとは何回かお仕事ありましたし、同じチームなのでいっぱい会えて、劇場公演も一緒に毎回近くで出させていただいてるので、うん、里川さん、そうなの。明日はトークとかじゃなく愛のホログラムを披露するんですけど、そう、初披露がオールナイト藤子さんっていう、ありがとう、おどめお尻そう、生放送ですね、おどめも応援しててねいい？おどめちゃん、だるま、音符、ハート、ありがとうございますリアル、ありがとうございます。一緒に仕事したい、はい、もちろん、もちろんです。確かに明日は多分ドタバタなので、9日に落ち着いてその時のお話だったり、劇場デビュー、そしてサーヤの日、あと毎日配信、1年連続配信のお話をたっぷりしましょうなんかこうやってたっぷり話しましょうっていう日に限ってなんか話がまとまらず、普段から感謝の気持ちというか話したいことはすでにみんなに話してるからって言って全然話せなかったりもするんですけど、あ、ほら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 、意外とね違う話ばっかしちゃうんですよ、ごめんなさい。いつもそう、照れ隠しなんかなよくわかんないけど小判、ハート、ありがとうございます。関東は必ずフジテレビで見れるんですよね、確か、違う、だから関東、地元神奈川県にいる家族は必ず見れますね。絶対に起きてリアルタイムで見てほしいちゃんと映るかな、そう、神奈川絶対見れる本当に嬉しい。おばあちゃんは多分寝てる
まあ、起きてても見てない時間帯だと思うので、絶対見てもらう。おばあちゃん泣いて、やばい、おばあちゃんで泣いちゃう本当に嬉しい。家族も嬉しいけど、なんでこんなおばあちゃんに見てもらえるって思っただけでこんなに泣けるほど嬉しいんだろう多分メールしても分かるか分かんないから、ママに託します、おばあちゃんに見せてもらうのは。嫌だ。でもこれは悔しいじゃなくて嬉しい涙なので、迷惑いいことですね。今年はまだ悔しい涙してない？したね、今回のシングルで。でもそれ以降はまだしてないので、よかったです、ありがとうございますもう花粉症じゃないのに鼻がきつい、鼻が赤くなっちゃう、やだ、隠せないいやー今日だけ花粉症。家族も見れるってことは、神奈川とか関東にいる友達ももし見れるところにいたら見てくれるってことですもんね。でも友達見てくれるのかな、鼻赤え、でもさすがに恥ずかしくて、恥ずかしいわけじゃないけど、なんて言うんだろう、昔からの私を見てる人からしたら、今のさやかはこんなさやかなのねって思う。赤くて話残りじゃない見てもらえるのも、でも絶対いいよね。あ、でもあんま分かんない、塩飛びしてくれればハートありがとうございます。目が潤ったから目良くなった、見やすい、みんなのコメントが視界良好になりました。コンタクト、目薬しなくて見やすくなった、いいですねもう鼻が、年々ドライアイがすごいひどくなってるかもしれない、花粉症で潤ってる、一緒一緒、涙心の薬かっこいい、いつもそうやって慰めて これでみんなとまた一つ思い出というか嬉しい出来事が増えて嬉しいです、ありがとうございます。メール来た時まず声出た、嬉しい、ありが
多分ね、基本歌番組ってやっぱり今の選抜が出演することなので、情報ニュースが出てもサーヤがいるとは思わないじゃないですか。やっぱりそりゃ思いもせず、ん、思いもしなかった出来事だから声出るよね。よかった、みんなを嬉しい方の驚きをさせることができて楽しんで、ありがとう。フジコに出るのね。そうです、選抜のアンダーとして出させていただきます。見てください、絶対に声出る。ありがとう、はあ、嬉しい嬉しいよ本当に。でももうちょっと早く前に出演するメンバーとか告知が出るかなと思ったら前日だったのでずっとそわそわしてたいつかな、いつかなってマネージャーさんにも確認してたもん私そうなの、まさか前日のお昼過ぎ、ビッグサプライズだよね本当に。変になったでしょやばいよね そうだよね、 SK 自体出ることを知らなかった、本当にみんなと一緒のタイミング、ん、うん、ね、こういう嬉しい報告がもっとできるように頑張ります。このお話もね3月16、17、23、24日にトーク会、握手会、ツーショット会があるのでそのお話もしましょうよろしくお願いします。16、17日分のトーク会は明日の正午までなので、はい、お忘れなく、よろしくお願いします。あとは3月16日のトーク会2部のみの販売なんですけど、他はありがたいことに完売で、ありがとうございます。まだあるのはあるので抽選じゃないです先着順です、よろしくお願いします。まずは一つずつ近い日の部を全完売させたいですね。今は愛知、次幕張、幕張ね難しいかな。あと今日ちょっとねいっぱいありすぎて本当に申し訳ないんだけど、あのですね、今年の生誕グッズどうですか皆さん、発表されて画像も出たんですけど、今さっきそのメールを一生懸命書いてたら時間過ぎてしまって送れなかったから配信で話させてください。まあ明日もメールで言うんですけど、今年のデザインは乙女ちゃん、シルクちゃん、琥珀ちゃんの3匹ですね。はい、今実家含めると犬1匹、猫9匹、蛇1匹の大家族入り内自慢機なんですけど、実家から離れて私と一緒に今名古屋で住んでくれている乙女シルク、琥珀ちゃんの3匹を今回デザインに入れました。そうなの、まあ、顔とかないシルエットのデザインなんですけど、シルクと乙女に関してはもうまんまじゃない？すぐに
このシルエットはこの子でしょって分かりやすい種類絵でもあるので可愛いでしょちなみに琥珀が真ん中にいるんですけど、琥珀ちゃんが巻いているのはあれ、みんな何に見えたかな、ちょっと巻いてるからちょっと分かりづらいと思うんですけど、あれはハート型の私の心臓で、実家離れてこっちで頑張れてる理由の一つがやっぱり生き物、乙女シルク琥珀の3匹のおかげでもあるので、私の心臓と同じぐらい大事な存在、一部の3匹を思いを込めて、はい、今回すっごく重たい愛、重いデザインをそう考えたんです。ごめんね、すっごい重いのね、みんなさ着づらいとか思わないでね、その中にみんなも入ってるから、私の心臓にそうなんです、ヘビー級、うまい、まさにそれですちょっとね、ハートとか心臓に見えなくてリンゴに見えた方いると思うんですけど、そうなんですよ、私のハートの心臓です、重たすぎるんですけど、ちょっとよろしくお願いします、一緒に来て私の一部となってください重っよろしくお願いしますでもそれぐらい本当に今回は、まあ、今までの生誕グッズもたくさん考えて大事なものだったんですけど、今年はちょっとより頑張り時、踏ん張る時でもあるので、ちょっと生誕グッズのデザインにも力をお借りして、はいああいう形にしましたありがとう。あれはね、こうやって私が直接というか言葉にして説明をしないとわからないデザインですよね。こんなに気持ち、思いがこもったデザインでした。嫌いじゃない、ありがとうあれ着て生誕祭にも着てほしいし、あったらね、あとはトーク会も生誕 T シャツ着てく日があるので、一緒に着てお話ししたりツーショット撮りましょう。ハート、ありがとうございます。ハートにそういう重たい意味が込められていました心してきる、ありがとう。あとはね、普段使いできそうなデザインにもしたくて、そう今回も安定にモノクロ、白と黒の T シャツバッグにして、まあ、白に関しては普段使いできやすいもあるけど、自分の好きな色とサイリウムが白だから白っていうのもあるんだよね。やっぱり自分のサイリウムのカラーがオレンジとか水色だったらその色にしてたと思うし、そう白なので白をやっぱり選んじゃう キャンディーハート、ありがとうございます。鈴川さんの見た、かわいい、あれ欲しい、着たい、かわいい。鈴川さんも猫ちゃんだった、絶対ラテちゃん、あれはかわいい。
交換はちょっと申し訳ないのでできないですね、佐藤さんに。きょうちゃんにはあげちゃうかも、個人的に。そう、今回ね枚数あんまりもらえないんですけど、ないんですけど、そうなんです。きょうちゃん今日ちゃん、私のデザインした理由全部知ったら全部受け止めてくれそう。わかんないけど、なんかその確信、なんだろう、謎の確信が なんかある。そう、佐川さんはきょうちゃんのことを教科呼びなんですよ、前から。多分2分半じゃないよ、それ鉄なら2分 MC フェス公演の時から教科呼びしてた気がする。あら、ありがとうございます。きょうちゃんのが重いと思う、本当。本当にあめちゃん、さやかって呼ばれたい。さやか、いや呼ばれたくない。なおさんだけ許してる。なんか今更感あるんだよね、なんか違う、なおさんしか合わない、下の名前呼び捨て呼びは。佐藤さんはずっとサーヤでいてほしい。で、ラブリンさんはサーヤちゃん呼びでいてほしい、ずっと。急に呼ばれたらドキッとする。変な意味でドキッとする。何かあったのかなっていう不安の方に行っちゃうかもしれない。まず反応できないかも。怖いかもしれない、怖い、不安が勝っちゃう。あと15分だ、早い。でも喜ぶには喜ぶんだろうな、単純だから私。やだね。どうしてもうちは妹さやかちゃんと同じくさやねって呼びたいのに、さやのこと嬉しい。でもなんか最近 SNS かな、12期研究生の高村さやちゃんのことをさやねと呼んでる方がいらっしゃって、あれやばいと思って、なんのやばいって感じなんですけど、もう栄のさやねさんは終わりということで。やばいよね。ハート、ありがとうございます。でもさやちゃんの方が名前さやだから合ってるっちゃ合ってるんですよ。そう。いやでも呼んでほしいです、私は。さやかさんずっとリスペクトだし大好きな人なので、呼んでください、特別です。同期にはさやねって言われてるのね。そうなの、さやちゃん。そうなんだ、知らなかった。12期の中で一番年上なの、もしかして。そうだっけ、
年上って言っても私より全然下だからさ、年上感全くない。最近さえちゃんとまた会わなくなっちゃった。会いたい、お話ししたいんだよな。じゃあ9期のさやねと12期のさやねでお願いします。絶対ラジオ一緒にやりたい、面白いよ絶対に。ラップ生で聞きたい、さやちゃん。マシュマロハート、ダブルサヤネーでよろしくお願いします。あと発表といえば、今日みかんの剥き方、みかん禅 TV の中日ホールでやるイベントの詳細も発表されてて、生配信で私は夜の部に出演します。告知も X ではしたんですけど、はい、超世代 VS 超超世代のなんかバトルがあるらしくて、まだ何も知らないんですけど、その題名っていうの、お題なんていうんだ、あれも生配信で初めて知ってびっくりしました。楽しみですね。私たち9期10期は超世代として、はい、ガチンコバトルをします。楽しみだな。超世代は9期と10期からミレイちゃんとミキちゃんの2人だけがそういるんですよ。全員9期かと思いきや、あとは超超世代は11期12期の子たち。そうなんです、ギアル、ありがとうございます。楽しみだね。4月7日かな、昼の分も絶対楽しそう、面白い、見たい。みんな昼夜投資券を買ってくれたりするのかな、見てねみんな。ね、急遽多くて嬉しい。やっぱ同期多いといいよね、安心する。ハート、ありがとうございます。あと10分、早っ、こんばんは、こんばんは。今日もいっぱい盛りだくさんだったね、配信でのお話。ついてきてくれてるかなみんな。今日何個お話しした、大きい話題。今日明日あるオールナイトフジコ生出演と生誕グッズと、みかん禅 TV 中日ホールである4月7日の夜の部に参加と、そうだね、トーク会明日締め切りだよっていう16、17日のいっぱい盛りだくさんでした、ありがとうございます。嬉しいお知らせでよかったです。楽しみだ、みんなありがとう。みんなのおかげでこうやって嬉しい報告できて、自分自身もすごい楽しく今活動できてるので、ありがとうございます。もっと一緒に幸せになろうねみんな、笑顔で笑顔で、とにかく明日は無駄な日を過ごさない、チャンス
でもあるので明日は特に。明日は同期のアーヤもいるので安心です。さやの笑顔だとこっちも笑顔になる。嬉しい、お褒めの言葉それ。ハートキャンディー、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。みんな本当にありがとう、ありがとう、足りないぐらい感謝の気持ちでいっぱい。そして今気づいた、周りがおめでとうの祝おめでとうがいっぱいだった。全然気づかなかった。あと少しで毎日配信1年なので、あさってか9日だから、そうだね、ホワイトデーの気分だった。あれ昨日までホワイトデーだったよね、周り水色みたいな、かわいい。早くからお祝いしてくれてます、周りが。ありがとうございます。これはもうみんなと一緒に9日は大きく盛大にお祝い、いろんなお祝いをしてもいいんじゃないかなと思ってまして、チキンかケーキかアイスケーキかピザかグミいっぱいか。まあグミは毎日いっぱい食べてるからあれか、アイスケーキが一番かなやっぱり。え、全部食べる、食べたいな。でも一人なんだよね結局お家で食べるの。3匹いるけど。写真待ってるね、衣装の。待ってて、ありがとう。実はもうフィッティングはしてるんだけどね、本当に可愛くて、あー着たかったなこれっていう気持ちとか、なんかいろいろ思ってっていう話をねしたかったな、したかったんです。本当はメールで。そうなの、本当に可愛かった、楽しみにしててください。お借りします、明日は。ハート、ありがとうございます。まあそういうお話は明日メールでお話しします、配信ではちょっとしませんと。メールを受け取ってくれてる方だけにいつも話してることもあるので、内緒のお話、私の本当の思ってる気持ち。そう話します、はい、待ってるね、ありがとう、はい、待ってる、ありがとう。あと5分ぐらい、うるいそう、絶対売ろうよみんなね。楽しみ。やっぱ年々さ、私も涙腺やばいけど、この涙腺の弱さみんなにも映ってるわ。いいね、やっぱつながってるんだよみんな私と。ハート、ありがとうございます。お尻にいる、はい。なんかこの配信でさ、サイヤ浮かれてると思われたくないなって今ふと思った。大丈夫かな、浮かれてないです、緊張しかしてないからね、もうずっとこんな感じでずっと喋ってるけど。マシュマロ、ありがとうございます。すぐ潤います、一緒。うん。自然とね出てきちゃうんですよ涙は。今年の
生誕祭も楽しみだな。早いかまだ3月の頭島民の前で浮かれてもいい？本当？じゃあトーク会では特に浮かれてると思う。その時にはもういろいろ終わってると思うので、一旦無事に全部終わってからですね、その浮かれるというか気持ちをいっぱいバーッと出すのは。本当に良かったしか言えない。もうありがとうみんな。だるま、マシュマロ、サイリウム、ありがとうございます。本当に自慢の島民です。ありがとうみんな。同じことしか言ってない。一回のこの配信で何回言ったか。本当にありがとう島民、これからもよろしく。いっぱい言ってる。そうね、ありがとうみんな。嬉しい、優しいコメントしかない。触ってるよかった。ハート、ありがとうございます。こっちも浮かれちゃう。みんなはもう浮かれてていいよ。明日本当に楽しみ。ありがとう。花束、ありがとうございます。バラもありがとうございます。待っててね、ルンルンで。地上波出演するんですか。そうです、ありがとうございます。見てください、絶対に。だるま、ありがとうございます。そろそろお時間。あ、そう、メールで12時以降もし起きてたら起きててって言ってたんですけど、もしかしたらその12時以降何も発信できないかもしれない。明日のお昼とかにもなっちゃうかもしれないんですけど、あ、なんかそういえばさやそんなこと言ってたなっていう、なんか軽い気持ちで思っててください。ちょっとごめんね、ちょっと様子見なんで。ごめんね。すぐに言えたらいいんだけど。ハート、ありがとうございます。確かにインスタライブもできたらいいな。確かにな。待って、もう終わり、あと2分。やばい、にやけちゃう。明日のその私が何かをしようとしていることに対してダメだ、ツボに入っちゃう。ごめんね、みんな何にも分かんないのに。ごめんね、待っててください。だるま、ありがとうございます。1位カレーのアバターさん、2位クロメちゃん、3位ハッピーさん、4位ササン、5位ハッピーさん、6位猫ちゃん、7位ロボットくん、8位ハッピーさん、9位サッさん、10位ハッピーさん、11位だるまちゃん、12位アニバーサリー、13位ハッピーさん、ありがとうございました。皆さん本当に今日はありがとうございました。あと数分でサーヤの日です。3月8日、そして劇場デビュー50年、ありがとうございます。明日会おうね。ありがとうございました。おやすみなさい。